いい加減開封いたしますか。というわけでどうも、かっちゃんねるのカズでございます。皆さんも、この時代になってさ、お外まで買いに行くこと、ね、ちょっと少なくなったと思うね。できるだけね、接触を避けて、通販に頼ることになった人も多いんじゃないのかと思います。私も、その一人です。はい、というわけで、いい加減玄関先に溜まってきましたので、こちら、開封していきましょうか。キンキンに来たやつもいっぱいあるんだけども、わさっと溜まっちゃってさ、いや、これどうすることもできねえみたいな思っちゃって。はい。というわけで、行ってみたいなと思います。まず下ろす。一回上から少しずつやっていきますか。てんてんと。はい。てれーん。これ、ビーツさんかな？これ、いただいたやつだと思ったんだけど、ありがとうございます。ちょっと待ってね。切り替え切り替え、はい、オッケーいけた。はい、切り替え入りました。というわけで、ビーツって言うと、もちろんね、イヤホン的なもんになるかと思うんですけども、テンポよく行かせていただきましょう。なんかね、おしゃれな人がね、してるイメージはあるんだよね。よいしょ、こういう開け方で合ってる。きた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 。はい、では、こちらからこんにちはということで、お、なんだこれ、 FL、フレンド、まさかフレックスでした。フレックスということで、はい、こちらで、あ、これいいじゃん。うわ、普通に。ビーツフレックスということで、これワイヤレスのやつだわ、これ。はい、よくいしょ。うわ、普通にかっこいい。ほんで、あとはタイプ C でございますね。タイプ C のやつがついてくるといった感じ、充電用の。まあ、感じ的には首からかけて、あ、こうやって使うのよ、これ。悪くないかも。ただこの耳ピタタイプなので、これが苦手な人ももちろんいるかと思うんですけども、いいね、気軽で。はい、というわけでまず1点目でございました。ありがとうございます。さあ、ほんでこれ、次これいこうか。旬です、山形。いや、これ昔ね、山形の方から多分案件だよね、これ。いただいたことあったんですけども、はい、でんでれーんと、はい、つや姫でございます。これふるさと納税ですよ、ふるさと納税で2ヶ月に1回配達してくれるのかな。5キロ、っていうのをやりました。えりちゃんのふるさと納税かな、昨年の。2ヶ月に1回ぐらい届くからね、楽。いや、毎月だったかな、これすげー楽。毎回新鮮なやつがね、届いて美味しいっていうことで、福井にもね、美味しいのあるんですけどね。うん、ただふるさと納税納税で行けたので、これ結構好きなので、私これ注文しております。ふるさと納税はね、使える人絶対使った方がいいです。さて、こっちか。少し減ってきたね。よいしょ、オッケー、オーイエス、オッケーでしょ。はい、次がね、なんだろう、これからね、赤ん坊が生まれますとかさ、そういった方にはね、もうすげえおすすめしたい一品です、これ。もう絶対使うので、5つこれ買いました。ボース、おむつが匂わない袋。普通のビニール袋に、なんか赤ちゃんのうんちとかね、入れて、こう、ぷいって、蓋してもね、匂い漏れるからね。ただ、こっちの方にすると、はい。こういったピンクの袋が入ってるんですけど、これがすごいのよ。ほんでサイズもいろいろあるんだけども、我が家ではね、 SS サイズが一番使い勝手いいんじゃないのかなということで、 SS サイズを使っております。ほいで、次こちら、影武者テープ。はい、これどこで使うのかというと、メーカー隠しです。メーカー隠し、巷ではね、案件チャンネルと言われておりますけども、基本的に意外とね、隠さなくていいよってパターン多いんですけど、なんかもしアンカーの案件するとするでしょ。そしたらチーロ、まあ、もう完全にゴリゴリのバッテリーでさ、バッテリー同士で、まあ木の使い合いだよね。うん、木の使い合いということで、多少なり気を使おうっていうこと。はい。なんで、このテープがね、すごいいいって書いてあったので、こちら買ってみました。まあ、黒いから、確実に隠れるっていうのと、この、剥がしやすいって書いてあったんですよね。あと、カメラ、一眼カメラにさ、これを貼っつけて、メーカー隠しする人も結構多いと聞きました。海外で、その、盗難防止っていう役割もあるし、傷から、ものを防止するみたいな。あ、でもこれいいね。艶消し。ほんで、剥がしもね、結構簡単に、この、糊がね、ひっつきにくいっていう特性もあって、あ、これいいわ。はい、こんな感じでございます。あ、これいいな。ほんで、これの、ちっちゃいバージョンみたいなのも、購入してみたんですけど、元々の素材が、絶縁専用の、テープみたいでございます。はい。絶縁用のやつなんだね、これ。昔電気工事してたから、これっぽいのは使ってたけど、もっとにっちゃにちゃのやつでした。はい、もうどんどん減ってきたよ。はい、次これいきますか。じゃんと。はい、これ、何なのかというと、これ多分結構いいよ。
最近ね、充電ね、バッテリーとかいろいろね、また買うの好きなんですよ。モバイルバッテリー買うの好きなんですけども、これね、QFFFっていうやつね。はい。9600mAh ということで、まあまあ容量が大きいやつになるんだけども、コンセント付きです。はい。ただ、アンカーさんだったかな？最近、なんか発売したと思うんですけど、また買ってなかったんですよね、それ。あ、いいなと思ったけど、まあ似てるの結構あるし、買わんかったんですけど、これの特徴的なのはね、よいしょ。はい、こちらにケーブルがこれついてくるんですよ。ライトニング端子とタイプ C2 つこれついてきまーす。いや、これいいよね。ほんで、こっちの、元々の出力の方には、通常の、USB の A タイプ、ほんで C タイプ、それぞれあって、謎にね、ここにね、LED ライトがついてくるという謎仕様。これはいらんと思うんだけど、謎仕様でございます。ほんで、コンセントも、ついてるので、まあ、耐久性についてはようわからんけども、まあ、旅先に1個持ってったら、すごい便利に使えちゃうっていう一品でございます。これ便利でいいよね。ここ悪ないな。次は、じゃーん、じゃーんと。はい、こちらでございます。MKE200。はい、いいね。要は、マイクだね、マイク。で、今現在のマイクどうなってんのかというと、実はね、見えるんかな？実は角度変えると、でででででーんと、真上に設置されてます。まあ、だからこれ外撮り用かな？外撮り用。結構可愛いサイズでございまして。わ、いいね。これだこれ。これポイントが、前後の音が取れちゃうよってやつ。めちゃめちゃいいじゃん。ほんで、こういった風防のやつもついてきて、あ、そうね、端子も、贅沢に2つもついてくる。では早速ちょっと使ってみますね。あ、しかもロック機構抜けないようにちゃんとロック機構もあって、 OK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 。 ではではちょっと試します。これにつけまして、よいしょ。あ、めちゃめちゃコンパクトな、これコンパクト。ええね。はい、マイク入れましたと。多分いけたと思う。ではちょっと、このカメラ切り替えますね今。ほんで正面からの映像も、どうもどうもどうも、カズです。こんにちは、こんにちは。どうでしょうか、音声などどうでしょうか。こんにちはでございます。ピッ、ちょっと明るくすぎたな。いいっすね。いいっすね。かっこいいわ。なんか Vlog 用に人気ということなので、これから Vlog 始める方、これちょっと検討してみてもいいかもしれません。ゼンハイザーの MKE200 でございます。ちなみに上付けてるのが、ゼンハイザーの MKE600 をこれ使っております。うわー、減ってきた減ってきた。さあ次、デーデン。こちらも説明、閉じておきましょう。サイオニクス社の、オーロラプロ、自腹で買いました。前案件したんですけど、自腹で購入しました。もう世の中でも見えないものが見えちゃうっていう。今サンプル映像流れてるから、本当にもう真夜中で月夜の光でもめちゃめちゃ綺麗に撮れてし、めちゃめちゃ綺麗は違うから、月夜の光でも撮れてしまうっていう優れものでございます。キャンプとか暗所でのドッキリとか、そういったものにすごく適しております。さあ、もうあともう少しですね。はい、もう少しお付き合いください。こちらがデンデレーンと、お、これだ、デンデレーン。はい、てってけでてってーと。はい、これ鉄製の、お鍋ちゃんでございます。フライパンですね。あ、かわいい。要はこうやって折りたたみもできちゃうっていう優れもの。はい、これで、オムレツとかをすると、まあ、綺麗にいけるんじゃないか説みたいな。あ、でも重っ。まあ、室内、家で使ってもいいし、これキャンプとかに持ってってもいいかもしれないね。ちっちゃいし、うん、ありだわこれ。はい、というわけで、鉄のフライパンでございました。で、あなたは、よいしょ、青 A4 の紙でございます。 A4 の紙。はい、ほんで最後だねこれ。まあ基本的に全てね、ロボット掃除機に任せてるんだけど、やっぱ水拭きっていうのはね必要なもんで、それもロボット掃除機に基本的に任せてます。ただ廊下とか、あとは階段とかね、そこもまあ水拭きが必要になってくるんだけど、電動式のやつがあるということなので、ちょっとこれ試してみようかと思い買ってみました。こちらケルヒャーの、フロアクリーナー FC3D でございます。ちょっとセットアップとか時間かかりそうなので、また後ほど。はい、せっかくなので先ほどの MKE200、こちらの方使って行ってみようと思います。音声についてはね。はい、ほんで、これ、要はクイックルワイパーの上位互換みたいな感じじゃないのかなと。いきます。4時間の充電で20分使用できる。おおおお、え、いった。今10分ぐらい充電してたんやけど、全然ダメだわ。もうちょっと充電してきます。はい、1時間ほど、充電いたしました。
というわけで、行きましょう。おーい、行ってきます。さあ、綺麗になってるような、なってないようなよくわかんねえ、正直。ね、うわ、泡立ってる、なんか泡立ってるわ、なんか知らんけど。で、まあ、汚ねえ水がこの中に溜まるっていうことなんだけど、ちょっと見てみよっか。で、なんか汚ねえ感じは十分伝わってるんだけど、言うほどこれにね、汚れが詰まってるかっていうと、そうでもな、ね、ちょっと汚ねえ水も出てくるんだけど、そうでもなくて、これだね。こっちの方洗ったりすると多分、まあ、汚ねえの、まあ、汚ねえの出てきますわ。思ったより、なんか掃除してて楽しいし、力もそんないらないね、これ。でこういうのを絞ったりすると、汚いのがいっぱい出てくるみたいな感じの商品で。あ、でも結構家綺麗だったかもしれないな。悪くはないね、これ、悪くは。思ったより良かったかもしれない、これ。さすがケルヒャーさん。よしよしよし。これいいわ。ちょっと自宅の掃除にちょっと今度使ってみようかと思います、これ。あ、いいね、これ。はい、というわけで本日、大量に開封いたしました。やっぱ世の中ね、散財は、普段の生活を便利にさせるということで、かなり今回のやつ良かったような気がいたします。またね、なんか便利なやつね、便利なね、俺の家庭でこれすげえ便利だぜみたいになったら、ぜひまた教えてください。ほんで MK200 の音質とかどうですかね。まあこの部屋結構響くので、やっぱいろんなとこ声拾っちゃう関係はあると思うんだけども、多少のショットガンマイクの感じもある可能性もあるし、ないかもしれないし、どうなんでしょう。はい、というわけで本日はこんなところで、また皆さんお会いいたしましょう。ちなみにこれが前からの声、ほんでこれが後ろからの声になります。バイナラ。